どうも、島田です。今日は5月29日、えー、僕の出場するプロレスの大会、頑張れプロレスまであと3日となりました。で、今日はちょっとその話なんですけども、えー、僕が何を思ったかですね、次の試合で、えー、新必殺技を出すと、2、えー、コーナーマースプラッシュっていう名前で、ダイビングボディープレスを使うと、えー、まあ、ちょっと告知、 えー、明言したわけなんですけどもで今その練習をですね僕の普段練習してる道場で毎日やってるんですけども今日ちょっと、えー、受け身をしくって肩をちょっと、えー、軽く痛めちゃったんですよで、まあ、肩は大丈夫なんですけどちょっとその失敗した恐怖,心恐怖心からちょっと飛べなくなっちゃってで練習で結構その。 何度も何度も失敗する失敗が続いたんですよ膝から落ちたりとかあとはなんかその変な風に体勢がこう崩れたりとかでまあ一応このままじゃダメだろうっていうことで一応なんとか、えー、形にするまでねちゃんとした形になるまで練習を続けたんですけども正直言って今成功率は50 パーないぐらいだと思います。はい。正直、えー、次の試合、頼む作飛ば戦は、えー、今かなり怖い、ビビってます。あのーまあ、頼む作飛ばさんという選手が、YouTube でも検索したら出てくるんですけども、かなり強い選手で、プロレスラーなんですけど、グローブとレガースをつけて、バンバン顔に、 思いっきり振りかぶったパンチを当てる選手で、ハイキックもバンバンやる選手で、これは俺大丈夫なのかっていうのと、まあ、総合はね、普通にこう、避けて、ガードとかあるけど、まあ、プロレスなんでね、なんていうかこう、受けなきゃいけない時が、こう、来るの、来るのか、来る、来るのかっていう。俺はあれ受けるのかっていう。 怖さと俺は果たして立っていれるのだろうかっていう怖さとあとはやっぱその僕のあニコラマスプラッシュが、ね、今かなり完成あの成功率が低いっていうのとあとはこうしょっぱい試合をしてもし次呼ばれなくなったらどうしようっていう、えー、その恐怖でですね えー、正直今す,すごいテンションが落ちてます総合の時はですね実はあんまり僕緊張しないで、えーまあ、試合の前になるとかなりナーバスになったんですけども本当にもう数時間前試合直前になるとバックヤードでねあのナーバスになったんですけども正直ですねこんな試合3日前から もうガクガクプルプル状態は、えー、格闘技長くやってますが初めてですはいでもねまあ決まったからには決まってねそして俺のこれからの活動のためにはね何としてもちゃんとねちゃんとやんなきゃいけないんでちゃんとやって結果残して認めてもらわなきゃいけないと思ってるんで えー、6月1日、頑張ります。えチケットがね、あの、まだ、あのー、取り置き受け付けてるんで、僕のメールアドレスにメールください。で、今日はこんな、え感じの変な動画なんですけども、と同じで、えー、いろいろですね、正直、怖いです。そしてビビってます。だけど、頑張るんで、ぜひ、見に来てください。 見に来れない方は、ニコ生をね、見てください。ということで、柴田の、えー、試合直前の気持ちでした。では。